政治ほど表と裏が明確に分かれる仕事はない。そろそろ NWO の方も動きを封じてもらえますか。次の計画がうまくいったら戦争開始だ。国家存続のためには自らの手で自国を守るシステムを強化し、暗殺命令で命狙われてるのは俺たちも同じです。絶対させるか、そんなこと。ようやく会えた、久しぶり。あまりさん、どまえ君、君は本当は何を企んでるんだ。新しい政治を動かすためなら自分が犠牲になっても構いません。どまえ、政治は楽しいか。裏の人間には代わりはいくらでもいる。あんたにそう教わった。でもそれみたいな汚職刑事はろくな死に方ですね。僕のとっておきの情報と交換ってどう？薬莢が2発発見されました。犯人は相当の腕の持ち主だな。俺より村さんのじいさんだ。あいつは鬼島とグルだ。息子がそんなに大切か。あんたも同じだろ。人々が平等で子供たちが未来を感じられる国を作りたい。私はそう思っています。行かないような俺たちで。